どうも、佐野一郎です。今回から新企画をスタートさせます。内容としては、初心者になる前の空手講座。初心者になる前の空手講座というような内容をお伝えしていきたいと思います。まあ、初心者になる前ってどういうことかというと、例えば空手初心者、今日から始めますといったときに、まず習うこと、立ち方だったり、手の握り方だったり、受け方、突き方。まあこういう初歩的なことを教わるんですが、これは我々指導者目線で初歩なだけであって、全くやったことありませんとか、運動が苦手ですとか、体力に自信がありませんっていう人には、ちょっと敷居が高いものももしかしたらあるかもしれない。ということを踏まえて、もう初心者に入る前の段階のものを細分化してお伝えしていこうという内容です。まあ、例えば1ができるようになったら2、2ができるようになったら3というのが普通の流れなんですが、1の次が 0.1 だったり 0.2 だったり、で、コンマ1刻みでもいいわけですよ。なのでちょっとずつでも前進していくことで、気づいたら空手初心者ですということができるようになっていくというような内容をお伝えしていきたいと思います。ということで記念すべき第1回目、まず最初は手の握り。それを覚えたいと思います。今日はそれだけです。手の握り方だけ。両手を用意してください。いきますよ。一回握ります。ここまで握る。こういう感じですね。次、もう一回握る。最後、親指の位置が一番肝心です。親指をここ。両方の手、一緒にやるの難しいよという方は片手でもいいです。一回曲げて、もう一回曲げて、最後、親指は必ずここ。これだけ今日覚えてください。この握り方。もう一回いきますよ。一回曲げる。この状態ですね、今。次、もう一回曲げる。最後、親指の位置。親指は必ずここ。なぜ必ずここかということだけちょこっと説明して今日終わりにします。空手の突くときというのは、相手に当たる場所、ここなんですね。なので、ここを当てるんです。なので、指が、親指がこう前に出てると。自分の親指が相手に当たってしまって、自分が怪我してしまう。なので、しっかり握るために、ここ。これだけ覚えておいてください。今回手の握りでした。ありがとうございました。